違いますよね。赤ちゃんはおへそから生まれるんですよね。おへそじゃない。だって昨日テレビで牛の赤ちゃんが生まれたところを見たんだから、お尻から出てきたもん。そして精巣、ここに命の元を作る仕組みがあるのよ。こっちは女の子、この卵巣に赤ちゃんの卵があって、男の人の赤ちゃんの元と一緒になって赤ちゃんができるのはもちろん大変よ。お腹はだんだん大きくなるし、自分の健康だけじゃなくてお腹の赤ちゃんの健康も気遣わなくちゃならないし。ですよ。そうなの先生、早く行きましょう。待って、二人とも。どうしたんですか。あなたたち、この看板の意味わかってる？痴漢注意って書いてあるけど、これはね、痴漢に遭った時だけじゃなくて、自分の身近な人、例えば顔を知ってる近所の人でも触られたら、いや、やめてって大きな声で言うこと。そしてその場、髪は汚れてボサボサ、顔は泥んこ、その上歯磨きしないで虫歯だらけなんて、他の子が見たらどう思うかしら。そうよ、ハルトは朝いつも顔洗わないで出てくるんだから。2、先生やお父さんお母さんに話す。答えは2の先生やお父さんお母さんに話すです。